はい、こんにちは、比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきます。今日はですね、視聴者さんからのですねリクエストがありました。ピエール・オーバメヤング選手の、確定スカウトの紹介していきたいと思います。次回のですね、イベントボーナスの選手であるとともに普通に使っててめちゃくちゃ強いと思うので、ぜひ皆さんゲット狙って頑張ってもらいたいなと思って、紹介したいと思います。はい、でですね、オーバメヤンって呼びますね。ちょっと僕そっちの方が慣れてるので。で、オーバメヤン選手は、ボルシア・ドルトムント、香川の、同僚ですね。香川の同僚で、ボルシア・ドルトムントで、ガボン、珍しいですよね。ガボン出身の27歳、187センチの選手です。はい。で、能力はめっちゃ高いと思うんですよね。こんな感じですね。特にスピード瞬発力がズバ抜けてるので、僕今回のイベント、オンラインのイベントでもそうですけど、めちゃくちゃやられました、オバメヤンに。正直で本当強いなと思って、欲しいんですけど、まあなかなか手に入れられないなっていうところですね。ちょっと失礼します。はい。で、スキルとしてはこんな感じ。そうですね、スピードもあるし割とテクニックもあるかなっていうところが、印象です。はい。でですね、ピエール・オバメヤン選手の確定スカウト早速紹介していきたいと思います。今回結構いろいろ種類あるので、ちょっとこんがらがらないようについていってもらえればなと思います。まずですね、パターン A は、2種類です。ドルトムント所属チームと、出身ガボン、この2つで確定します。多分これ一番有名なやつですね。一番有名なやつなので、多分皆さん知ってると思います。これがパターン A です。で、ここから3つですね、ガボンを手に入れられなかったけどドルトムントなら手に入れられたという方向けに3種類紹介します。で、パターン B はですね、ドルトムント所属チームに、出身アフリカ、実はこれでも確定になります。はい、これがパターン B です。で、パターン C はですね、所属チームドルトムントに身長185センチ以上、それに、最後はポジションセンターフォワードか、優れている能力スピード、このどちらか足していただく、この3つで確定になります。はい。で、どんどんいきますよ。で、パターン D、 同じくドルトムント持ってる方向けで、ドルトムント、ポジションセンターフォワード、ここにですね、利き足右、もしくは、年齢25から29歳、これでも確定になります。なので、ちょっと早足でいくつか言ってきちゃったんですけど、ドルトムントは持ってるよという方であれば、B、C、D のどれかから選んでいただくのがいいかなと思います。はい。で、続いてですね、ガボン手に入れた、でもドルトムントがないという方向けに、こちらも3種類、ABCD まで来たので EFG ですね、紹介させてもらえればなと思います。はい。で、パターン E はですね、出身ガボンに、これ実は2個で確定になります。ポジションセンターフォワードか、所属リーグがその他ヨーロッパ、これ意外ですよね。これで確定になります。なので、個人的にはこっち、まあガボンっていうともうオバメヤンみんな狙ってくるんで、ガボン自体がめっちゃ高いですけど、ガボン手に入れちゃえばこの後が結構楽なので、正直こっちでもいいかなと思ってます。で、センターフォワードかその他ヨーロッパと。で、その他で言うとパターン EF がですね、ガボンに、優れている能力が、スピードもしくは瞬発力に、最後は年齢、はい、ごめんなさい、身長185センチ以上、これでも確定になります。多分年齢、あの身長高くてスピードタイプってあんまいないので、そういったところでこの確定の組み合わせもあるのかなと思ってます。はい。で、最後はですね、ガボン出身国に、優れている能力瞬発力に、利き足右足、この3つでも確定になります。なので、ガボン持ってるよって方はですね、 EFG、
これのどれかから選んでもらえればいいかなと思っております。はい、ということで今までで一番いろんな紹介したと思うんですけど、以上がですねオーバメヤンの、確定スカウトの組み合わせになります。まずですねドルトムントかガボンは必ず手に入れなくちゃいけないので、どちらかを手に入れていただいてですね、それをその手元次第でいろいろ考えていっていただければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今日はオバメヤン選手の紹介させていただきました。またですね、なんか他にこういう選手紹介してほしいよということであれば気軽にコメントお待ちしております。できる限り、あとちょっと今いろいろ選手たくさんご希望いただいているので時間かかっちゃうかもしれないですけど、忘れないように返していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。またですね、チャンネル登録もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画は以上で終了になります。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。